睡眠に大きく左右されるから。どうですか、さてちゃったよ。ねえ、はい、今日はですねコロちゃんの、はい、何でしょう。なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう、ちょっと新しいお薬を始めたので、そのことについてお話ししようかなと思っています。はい食べたい食べたいですか。今日はこの説明をしたいですね。はい、コノハちゃんが、ね、月のものが始まってから、どうもやはりホルモンバランスの影響で眠れなくなったりとか、やっぱりイライラしたりっていうのは格段に増えてきたので、ちょっとこれはコノハちゃんの体にもたくさん負担がかかるなと思ったので、ちょっと病院の先生に相談をして産婦人科を紹介してもらいました。産婦人科の先生とお話をしたらやっぱり PMS ホルモンのバランスの影響を受けて眠れなかったりイライラしてる可能性とても高いということで、薬を始めることにしました。でピル知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、私はちょっと飲んだことがないので詳しくはないんですけれども、ピルを使うとホルモンのバランスが安定をして、そういうイライラも減りなくなる減るのかな、和らぎますよということなので始めることにしました。でこのピルを飲むにあたってなんか飲めない人もいるみたいで、その中の一つ禁酒があるとどうもダメみたいで、コナちゃんもねお腹にエコーを当てて禁酒があるかどうか見てもらったら、まあないでしょうと、ちょっと見にくい部分はあったんですけれども大丈夫だということでスタートさせることにしました。ピルの、もらったから突然飲めるわけではなくて、でも月のものが始まって次の日から飲み始めるとのことで、そこから毎日1日1錠飲むそうです。で気になるね、気になるねいろいろ種類があるんですけれど、まずこのドロエチっていうものから始めましょうということで、これをいただいてきました。すごいね、こんな風になってんだね。28日、ちゃんと日に数字が打ってあって、毎日飲み忘れがないように1日1錠飲むそうです、ね、これが3ヶ月分、そうやってね楽しくね笑える時間が長くなるようにちょっと飲んでみましょうということです。イライラしちゃうからね。でね、3ヶ月分あってこれを飲んでいくことにします。まだねちょっと月のもの来てないので、いつスタートするかはまだもうちょっと後なんですけれども、まずはね寝れないっていう日が減るといいなって思います。辛そうだもんね、本当にね、本当に、ね、寝れないし薬効かないもんね、寝るためのね睡眠導入剤がね、ずっと最初はそれでやってきたけど、それで済んだけど、もうほんとだんだん激しくなってきたからね、かわいそすぎて飲みます。でコロナちゃんは錠剤が飲めないんですけれども、これ潰して飲んでもいいっていうことなので、すり鉢とすりこぎでこうギュッと潰して飲ませたいと思います。落ち着くといいね。ねえ、喋れないからわからないけど、お腹が痛いとかもあるのかもしれないね。お腹が痛いのあったんじゃないの、何で痛いかがよくわかんないんだよね、いつもね。そう便秘で痛いのとか下剤というか、そういうのがちょっと効きすぎて痛いのとか、生理痛で痛いのとかがね、ちょっといまいちよくわからなかったっていうのもある。でもそれなくなるといいね。なくなるといいね。うん、そしたらこれだったねっていうね。
でまた飲んでみての様子は、まあ、ちょっと先になりますがまた報告できたらなって思います。あ、来た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 、このはさん、あ、見つけてきました。同級生の写真大好きな写真持ってきたの、探してきたの、いいね。解熱剤が使えないって。あ、そうなんだ。飲み合わせが悪い。抗生剤とかは大丈夫なのかな。抗生剤も一部なんかあって。一部ある。ああ、そういう、ね、そうだね。風邪ひくからその面でね、飲み合わせをちゃんと調べてもらわないといけないね。ね。そうそう。グレープフルーツ食べたいです。グレープフルーツ。ちょ、フォークありますか。はいはいはい、どうぞ。でも本当辛い人は辛いよね、きっとね。私はイライラ。することはあるけれど一人ね、お母さんもしてるね、イライラね、ちょっとね、かなりとか言ってるか少ない方だと思うけど、そうだろうね。イライラすると、あ、数日すると、あ、そうだったよね、やっぱりねって思うけど、お腹の痛いとかね、そういうひどいものはないから、ある人は本当大変だなって思います。これ薬知らなかった。もう一個ね、使ったことがないから知らないんだよね。28以上入ってるんだけれども、最後の4日はダミーなんだよね。うん、そう言ってたね。うん、ちゃんと月のものが来るように最後の4錠はダミーだそうですただ飲み忘れをしないために飲むだそうです。そういうことも考えられてるんだね。不思議な感じがするけれど、ね、びっくりしました。白いです、最後だけね。お父さんは咳をするためにトイレへ駆け込みました優しいね、お父さんね。おっちゃん、おっちゃん、はい。まあ、これね、これに薬入れてグッグッて潰してお水で溶いて飲むんだよね、いつもね。そう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 、ベルソムラも錠剤なので、それ潰して飲んでます。それと同じように飲みます。そう楽ちんにね、なりたいね。こんちゃん、睡眠大事だ睡眠に大きく左右されるからねえ、うん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 、戻ってきました。お父さん頑張りました。何が？ご苦労様でーすこれ、こうスリスリするんですって。あと体も温めようね。もしお腹が痛い場合は、冷えて血管が細くなってる場合もあるんだって。で、細くなってるところに出血するもんだから、もうね、痛くなったりとかするらしい。本当。うん。温めようね。末端冷え性だから、血管細くて。うん、そうか。ね、まめにやっぱり足湯はね、大事だね、コナちゃんにとって。うん、いろんなものを巡りを良くして、痛みとか軽減できそうだね、それもね。一つ役に立ってそうです、足湯も。ね。ね。そうだ。いや、足湯する？今、うん、今足湯する？あ、いそうだ。コロナちゃんの大好きな足湯しようって言ってるよ。そうだ。足湯しよう。私にとって足湯は健康の源お父さん準備してくれてる、よかったね、うん、あ、それ何それ何トントントン、何表してんのそれ嬉しいらしいよ、お父さん。お父さん頑張っとるよ今。何が？何が嬉しい？足湯準備、足湯準備、やったやったやった、父さんがお仕事してくれてますサザエさんも聞きたいですって。今日ラジオでサザエさん流れてたね、こんちゃん。荻野美代子さんが出ててサザエさんの歌紹介してたよ。みんなが笑ってるっていい歌ですってこんちゃん、足湯の準備できたみたいだよ。おーい、こんちゃん入浴剤入れてあげよっか。そういえばあるよ、入浴剤。あのさ、藤枝に行った時にあのお泊まりしたホテルでいただきました。どうですか？触ってちゃったよ
そう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 、そうやってね楽しくね笑える時間が長くなるようにちょっと飲んでみましょうということで、みんなが笑ってるっていい歌ですよ。